おはようございます。ケイです。今日は今から鹿児島に行ってこようと思います。ちょっとね天気が悪いみたいなので心配なんですが、まあ、とりあえず行ってみようと思います。じゃあ行ってきます。今日はね鹿児島空港がすごい天気が悪くて視界不良のためこう鹿児島まで行っても着陸せずに引き返すかもしれませんっていうお知らせが JAL からすでに届いているんですよね。なんでちょっと心配なんですけれども、飛行機乗るのもね1年ぶりなんで心配だけどちょっと楽しみつつ、まあ行ってみないとどうなるかわからないですからね、とにかく楽しんでみようと思います。鹿児島はね屋久島行ったことあるんですが、鹿児島市内を散策するのは今回初めてなんですよね。で桜島以外のこともいろいろ調べてみて、いくつかで行きたいところをピックアップしてきたので、それをね今日は回れたらいいかなと思います。無事に鹿児島空港着きました。これからねじゃあバスで鹿児島中央駅まで向かってみたいと思います。鹿児島中央駅着きました。意外とね雨降ってなくて嬉しい、観光しやすい。これからねちょっとホテル行って荷物を預けてきて、それから観光を開始しようかなと思います。こちらが本日宿泊するホテルアービック鹿児島です。今ね荷物預けてきて、これからちょっとバスとかで観光しようかなと思うんですけど、すっごい暑いんですよね。今気温見たら23度24度ぐらいあるみたいで、東京とはすごい差があるなと思います。気温に関しては調節できるような格好できたんで、その辺でも大丈夫かな。今からバス乗るんですが、このキュートっていうねバスとか桜島フェリーとか乗り放題になるチケットを買いました。ちょっとねバスまで30分ぐらいあるんで、ちょっとデパートで涼んでようかなと思います。これから仙岩園っていうところに向かおうと思うんですが、シティビューっていうねこのバスに乗って行ってみようと思います。ちょっと他のバスより時間はかかるみたいなんですけれども、いろんな観光名所が見れるらしいのでゆっくりとね行ってみようと思います。最初の目的地である仙岩園にました。どんな感じなんですかね、ちょっと楽しみですね。気温がねちょっと下がってきてちょうどいい感じ、涼しいぐらいな感じになってきたんで、これもありがたい。幕末の頃はこの辺りまで海岸線だったそうです。いい感じなお店が軒を連ねております。すごい歴史を感じる蔵なのかながあります。仙岩園は1658年に18代島津光久によって建てられた島津家の別邸だそうです。この松の木が立派です。ここが正門みたいですね。じゃあここから入っていきたいと思います。正門入ると桜島がね目の前に見えます。今日ちょっと天気が良くなくて雲かぶっちゃってるけど、それでもいい感じですね。こちらは1884年に作られた園内最大の石灯籠だそうです。確かにでかい。
こういう素敵なお庭です。ちょっと見てなかったんですけど、2018年の大河ドラマセゴドの撮影地でこの仙巌園はめちゃくちゃ使われてるそうです。日本庭園ではあるんですけど、ちょっとやっぱ南国っぽさを感じますね。これ水力発電用のダムの跡だそうです。神社もあります。日本各地で庭園ね、見てきたけど、やっぱその土地土地によって特色というか表現の仕方というか全然違くて興味深いなと思います。ここ仙巌園もね、南国ならではの日本庭園になっていて、すごい見どころが多いなと思います。これは左近太郎といって、水の流れを利用した米つき機だそうです。あ、本当だ。さあ、こんな感じなんだ。御殿も入れるチケットにしたので、今から御殿の中に入っていきたいと思います。これもセゴドンで着用してた衣装だそうです。中庭がすごい素敵ですね。こんなところに住みたい。ここはかつて島津家の先祖代々を祀った場所だそうです。ここは化粧の間といって、ここで着替えたり髪を結ったりしていたそうです。こちらが寝室だそうです。これお風呂場、よく時代劇で見るような感じですね。仙巌園を出てちょっと南下すると、ここ異人館があります。ちょっとじゃあ異人館見てこようと思います。すごい立派。日本の異人館の中でも結構古い方に入るみたいですね。これは復元した大はがきだそうです。日本にこう技術を伝えるために、イギリスから来た人たちが住むためのお家だったみたいですね。2階に上がってきましたが、桜島がね、ここからも見えてすごいいいところ。当初はこんなお部屋で眠っていたみたいですね。そしたらね、鹿児島中央に戻ろうと思うんですけど、雨降ってきました。こちらまたまた素敵なスターバックスを見つけました。異人館とかあるところは結構こういうスタバとかもおしゃれなんですよね。